アイテム番号 SCP-21JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。 SCP-21JP はサイト8181の保管室に収容されています。SCP-21JP への接触及び使用はレベル4以上の職員2名の許可を取ってください。SCP-21JP の性質上、SCP-21JP が装着された場合、その特性が収束する前に装着者の脚部を切除する必要があります。実験によって D クラス職員に使用する際は外科手術の準備を行ってください。収容違反が発生した場合、収容施設から周囲 30km 圏内の一般向け施設に職員を配置し、24時間の監視を行ってください。説明、SCP-21JP は2つの要素によって構成されます。SCP-21JP は左右どちらの足でも履ける両対応のスリッパ1足です。SCP-21JP は外見上完全に同一のスリッパの一対ですが、2者の間には厳密に左右が決まっているようで、右足用を SCP-21JPR、左足用を SCP-21JPL と指定します。装着者が左右の足に正しく SCP-21JPR 及び SCP-21JPL を装着した場合は SCP-21JP は異常な特性を見せませんが、それぞれを逆に装着した場合、装着者の足に SCP-21JP が完全に固定された状態となった上で、SCP-21JPR、SCP-21JPL はそれぞれ自らを正しい状態へ移行しようと時計、反時計回りのどちらかへ反転を開始します。反転の方向に規則性はなく、ランダムに決定されます。これにより装着者の足首は可動域の限界を超えて旋回し、最終的には完全に180折れ曲がった状態となります。左右の足が完全に反転した後、SCP-21JP は自らの前方が装着者の前方と一致しないことに反応し、装着者の腰部脊節を反転しにかかります。一連のプロセスにより装着者の腰及び足首は完全に180反転した状態となり、脚部機能はほぼ完全に破壊されます。多くの場合、事後早急な外科的措置をしなければ装着者は死に至ります。SCP-21JP が完全に正しい状態を獲得したとき、SCP-21JP は装着者から着脱することが可能となります。SCP-21JP の特性は、装着者の抵抗または周囲の助力以下によらずほぼ2分、2分30秒で収束します。また固定されている間、SCP-21JP はいかなる手段によっても装着者の足から着脱することはできず、装着中は SCP-21JP は物理的な損傷を受け付けません。なお、SCP-21JP の特性が現れた時点で、装着者の特性を受けている部分、足首または腰部脊節、から下を切断すれば、SCP-21JP の特性は効力を失うことが確認されています。SCP-21JP は特性が収束し装着者から離脱した後、別のスリッパへとその特性が移動します。移動範囲は現在 17km まで確認されています。また特性が完全に収束する前に足首を切断するなどして装着者から離脱させた場合、特性の移動は起こらないようです。SCP-21JP は必ず1組で存在し、片足のみで履いても特性は現れません。またデザインの異なるスリッパを左右に履いても同様に効果を発揮しません。SCP-21JP は特性が現れるまでは他のスリッパと同等の性質を持ち、通常の方法によって破壊も可能です。SCP-21JP の特性が現れたスリッパを、装着者より離脱してから、破壊した時点で、SCP-21JP はまた別のスリッパへ移動します。特性が移動する先のスリッパは一対が同一のデザイン。
右足用左足用に分かれていないものであれば、具体的なデザイン、材質に制限はなく、スリッパの先が空洞になっているタイプでも移動可能です。移動先の条件は、多くの人間が集まる施設内で使用されているスリッパであると見られ、施設内のスリッパなら使用場所、使用用途、来客用、スタッフ用を問わず特性が現れることが確認されています。逆に各家庭内で使用されているものに関して特性が発露したという報告は現在まで上がっていません。ポイ、SCP-21JP は20件、市の小学校にて、装着者が異常な損傷を受けているところを財団職員に発見され、その存在が発覚しました。発見当時、SCP-21JP は装着者の足から離脱しており、また、装着者が履いたと思われるスリッパはすでにその特性を失っていました。当時現場に居合わせた同施設職員及び児童には記憶処理が施されました。その後、当該施設より約 3.5km 離れた市営公民館にて同様の現象が報告されたことで、周囲 5km 圏内のスリッパを扱う全施設に財団職員が配置されました。数週間後、3度目の事例が2度目の事例から 11km 離れた地点で発生したため、対象範囲が 20km に拡大されました。5度目の事例で財団職員によって SCP-21JP は確保、収容される運びとなり、その際の移動距離は 17km でした。